お米はこの看板のあるお店から買いましょう。お米はこの看板のあるお店から買いましょう。2月1日お米に関する相談お問い合わせはお近くの食料事務所へ。2月1日から消費者米価が改定されました。政府では関係業界の協力を求め、今回の改定に便乗した大幅な値上げが起きないよう努めています。